ありすぎや。ああもうめちゃくちゃだよ。時間内から強制カット。犯人が自首。探偵が複数人。もうやりたい放題で。見てて最高だった。ほんとこのアニメ、やりたいことやってて、好感が持てるんですよね。来週も楽しみです。以上、ありすぎやのお話でした。